犬の秘密基地ナウ始まるよ。はい、では午後の犬の秘密基地の様子始まりました。はい、みんな仲良く午後も遊んでます。おっと、ここでビションフリーズとビションプーのコラボとなりました。ビションプーのまるちゃん、こうよく見ると実はちょっとお尻の方が若干白いんですよね。ちょっと分かりにくいんですけど若干白いんです。ルルちゃんも朝よりかはだいぶ落ち着いてきたかな。で、ルルちゃんもだいぶ落ち着いてますね。のんびりしてますね。寝ちゃってますね、もう。のんびり。キリンです。今日も皆さんと遊んでみたいと思います。君がルルちゃんかな？はじめまして。優しく遊んでね。あ、いたいたいた。ちょっともうちょっと優しく優しくしてお願い。うわわ、いたいたいた。ああ、ああ、仕留めたキリンを見せびらかすルルちゃん、ウキウキですね。あっと、ロイ君もキリンと遊びたいぞ。おっと、ここでルルちゃんの隙をついてキリンを奪い取ったぞ。ロイ君、これはラッキーだ。さあ、ルルちゃんに気づかれないうちに遊びたいところ。おっと、ここでルルちゃんに気づかれてキリンをまた奪い取られたぞ。さあ、どうする、ロイ君、一緒に仲良く遊べないのか。激闘の末疲れ果てたロイ君、お眠です。ね、ロイ君起きたと思ったらマメ君とイチャイチャしてますね。ボーイズラブ。はい、では午後のおやつタイム、こまるちゃんあげます。ルルちゃんも欲しそう、欲しくて欲しくてたまらない顔ですね、これは。ルナちゃんは早速お昼寝タイムに入ってます。はい、でもね、挨拶しないといけませんので、お尻の匂いを嗅いでちゃんと仲良く挨拶しましょうね。できたかな。はい、じゃあルナちゃん挨拶し終わったらいつの場所で休みます。ふう。おや、皆さんお揃いで何してたんですか。あれ、あ、もう解散な感じですか。あー、ロイ君ゆったりと日向ぼっこしてますね。犬の秘密基地は飼い主様のご希望があればワンちゃんの様子を動画で配信しています。それと私フーさんの動画ブログも時々配信していますので見てください。よろしければチャンネル登録もお願いします。